絶対サンバのリズムなんだよな。だんなんか簡単になった。だんなんか簡単になった。だんだんなんか簡単になった。だんなんか簡単になった。だんだんなんか簡単になった。だんだんなんか簡単になった。しやるか。特にないんだ。うん、どうした？へえ。使うとこ使わないとこ使わないとこ使わないとこサブのサブのほうですよしはいぞジャミロクワイバーチャルインサニティジャしか入ってない、うん、視聴者には受けてるから大丈夫すごい大丈夫大丈夫そうジャミロクワイはい今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいい天気そうですね、うん、もうめちゃめちゃ暖かい東京はそうそうそうもうね桜もね満開それが満開のサイン、うんうん、結構ねいい感じですそうですね、はい、いい感じですもう今日はお花見してる人も多いんじゃないかな、うん、今日なんか野川がなんか見頃ですみたいな感じでちょうど観光協会さんのツイートが、ね、いや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 野川もねこの間もね二分咲きだったけどよかったねいやもう全然よかったですよ楽しかった楽しかった、はい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 、おうち弁 TV さんのすごい反響顔出しの反響がすごいすごいおうち弁 TV さんはね、うんうん、あれはね面白い子だからねいやそうだねこれからグイグイかもしれないグイグイ来るねグイグイだわグイグイのワンワンですよワン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 ねあのねちょっとね流行らない気がするああ我々の食いつきほど世間の食いつきは弱いちょっといまいちだなって思うね残念だな俺だけ使っていくわそうおうち弁 TV さんさ、うん、あれだよねラーメンでさあ辛いラーメンそう辛いラーメンでラー油作って、うん、でそれにココココロのリンクも貼ってくれたし本当よ動画内でも喋ってくれてねそう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 いやちょっとぜひココココロさんのって言って心チャンネルさんを参考にしましたって答えるときさすがだわさすがだね惜しい、 いやしかもその前に店に来てそう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 、 そういやすいませんあの実はラー油をココロさんの参考にさせてもらったんで、はいはいはい、それ概要欄とかに書いていいですかってわざわざメールとかじゃなくて直接言いに来たんだよおうち弁 TV さんはいい人だから律儀すぎるわお店も2回目3回目3回来てる3回ぐらいだよね、うん、そうだよね、うん、全然普通に友達ですそうですよねはい、はい、おかげでチャンネル登録数とコメントもねあれの概要欄に出ただけであのラー油の動画2日間で5000伸びたからね再生数ねすごいねうちそんな効果あったことあるかな、うん、いやないな申し訳ないな申し訳ない申し訳ないはい、はい、それじゃあねうちで使ってる圧力鍋を紹介しましょう行くよ。あ、行くよ。あ、はい。行くよ。はい。オッケー、わかります。わかった。わかった。今言ってることわかった。大丈夫？大丈夫かな。じゃあ圧力鍋出しますよ。せーの。ドン。よし、ここ。編集面白いことになるかどうかわからない全然自信ない、うん、じゃあちょっともうちょっと前に出していったらそうですねもうちょっと上ですね、はい、そしてはい、はい、あそうですねあで斜さっき斜めのやつがよかったかなあそういうことで顔も出てた方がいいですねあそういうことですねじゃドンドンからくださいドンあそういうことです面白いでしょちょっともう半分以上頭に入ってきてない座学苦手そもそも料理が興味ないのに何を言ってるかあんま分かってないっすはい、はい、カレーとか作ろうとしてさ玉ねぎ消滅するからへえ玉ねぎの存在だけ存在感だけちょっと残るみたいな粒子が存在してるそうそうほらエヴァンゲリオンさLCL の中に LCL の中に光真珠がこうサルベージしなきゃいけないから玉ねぎを豆何かすって言ったのウルカ豆ねウルカスあのテロップで出るからウルカスとは水に浸して戻すこと浸す今圧力鍋だけで1本でいいか気圧鍋いらないか気圧鍋はいや今の話でさ5分ぐらいにはなるよねなると思いますよああじゃあいいや気圧鍋いい気圧鍋今度にするあじゃあ今度でうん今度みんな気になるでしょこの気圧鍋じゃあ5月の収録に回しましょう、うん、そうだねはいよいしょということでこの圧力圧力鍋を使っておーしよっしゃ
ダイヤモンドダスト。あ、すごい。ダイヤモンドダストこうだ。あ、こうか。やめてください。にわかだ。許さん、はい。ちなみに今のはオーロラエクスキューションの方であってダイヤモンドダストではない。マジで。幼稚園の時、カタツムリ拾って幼稚園に持ってったのさ。うん、でしたら、そうよカタツムリに名前をつけようってみんななって、はい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 、あの多数決になって、うん、俺はねあのカリムシ君がいいと思った。カリムシ君。どういうこと？カリムシ君はね、2票で、あのセイヤが8票で、結局セイヤっていう名前だった。カタツムリ全く関係ない。うん、関係ない。まあ、カリムシ君も関係ないけど、ね、うん、関係ない。流行ってたんですね、うん、あ、セイントセイヤ世代ですか？セイントセイヤ世代。キン肉マンセイントセイヤ世代。そうだね。あ、なるほど。セイントセイヤが幼稚園の時だね。あ、幼稚園年長だね。僕は世代じゃないけど、クロス買ってた派だな。ひんやり冷たい、あれがいい。普通にジャボ。普通にって言うともう普通にじゃなくなっちゃうけど、うん、そうだね。まあいいでしょう。はいはいはい。チャーハンのために作ってる。なるほど。ラーメンのためにでも他の料理として出してるわけでもなく、チャーハンに入れるためだけにチャーシューを作っているのはなんとなく虚無だなって俺は思ってる。チャーハンの具を作っている。そう。それでは材料紹介です。誰あ、豚っぽくなんなかった今。豚っぽさをイメージしたの。豚っぽくなんなかったな。いまだにさ、うん、顔はいいから手元で。お前何年前の動画に言ってんねん。いや。でも仕方ない。それを公開してるのはうちらだから。そう。この前だから、なんでだと思うって返しました。ね、本当のチャーシューは、うん、あのね、なんかね、でっかい炉みたいなところで吊るして作るんだって、肉を。タレかけるやつ？あ、そう。あの見たことある。そう。だからね、もう日本のね、あれで出してるチャーシューはね、そもそも本格チャーシューじゃないらしい。コメントで言われる。日本式チャーシュー。日本式です。これ何？じゃあ本格チャーシューって書いちゃいけないと。うん、そうだね。なんて書く？鬼式チャーシューだね。中国っぽい味の。中華風鬼式チャーシュー。鬼式ブレブレだよ。ブランドは何なのかっていう話になる。意外と純粋に巻くだけなんですね。純粋に巻くだけ。俺はね、いや、みんなほらやりたい人は気候縛りとかにしたりすればいいじゃない。気候にする意味は何かありますか？ない。趣向だ、うん、趣向だね。もう趣味の世界だ。なんで鉄のフライパンを熱していきます。はい、熱している間にコメントを読みます。はい。チャーシューで気候縛りやったことある人いるらしいよ。だいぶやばい。でも ASMR のさ、動画撮ってる人は今みたいな感じなんでしょ？いやいや、そうだよ。あの音撮ってる間はこうやってポージングをしてる。暇だから。ミートソフター使わないんですかって言って。ミートソフター？あ、使わない、俺は。いや、使ってもいいよ。使ってもいいけど、なんか別にチャーシューは柔らかくある必要が俺はあんまりないって思ってる。そうだね、俺はね、チャーシューにもさ、いろいろあるじゃん。あのトロトロチャーシューとかさ、はいはいはい、あれか。俺はね、しっかりチャーシューが好きなの。なるほど。うん。じゃあ今回はしっかりチャーシュー。はいはいはい。肉肉しチャーシュー。まあ、肉肉しくないチャーシューなど存在しないかもしれないけど。ちょっと泣かないかなって言ってるけどさ。いや別に狙って泣いてるわけじゃないから。しかも最近僕があんまり採用してないんだけど毎回泣いてるから。そうか、最近泣かないわけじゃん。あっち、あっち、あっち、俺じゃなくて死んでる。顔の面の皮すらも熱いんだから。俺じゃなきゃ死んでた。方眼無知じゃなきゃ YouTube なんてやっていけるか。今のは採用されるね。ちょっと流れが難しいの。今のは本編で出したい。顔の面熱くねえと YouTuber なんてやっていけるか。最近名言生まれがちだからね。でもちょっとこう YouTube に哲学を見出し始めてる。我々いい声で泣くね。
このチャーシューを焼く動画だけでにゃんたこ動画撮れる。やっとくたまにこういうことしてるし、朝こうちょっと作品気な、うん、そうそうそう、文章を、うん、タケノコ面白くない。春だし、春テーブル、春テーブル、もうもうエッチだねーがさ、うちのもうものに、うちのものになりつつある。本人最近言わんか、一回しか言ってない。いや、マヨネーズ受けたね。マヨネーズ、マヨネーズいいね。そう、コメントがえぐい、うん、コメントと高評価がすごいですね。俺のさ、やっぱりあのさ、ハテナの効果だよね。ハテナ作戦は成功だ、たまにやっていこう。そんな何回も使えるもんじゃないか。毎回やると超うざい。製品をアレンジしていく動画はいいかもしれないですね。そう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 、あのジャンルとしてはいいかもしれない。まあそんなの自家製じゃないじゃんっていうコメントもついたけどさ。あ、来た、あ、来た来た。あ、ほんと、うん、だから言ってるじゃんって言って消した。だからさ、俺見てねえもんそれ。いや、だって、え、何、醤油はいいのにマヨネーズはダメなのって。あ、その話は来てたよね。うん、そういえば、うん、オイルだって、あ、そうそうそう、醤油だって、そうそう、品だもんなみたいな。そうだよね、そうだよ、ね、確かにそう、そう、俺はね、そういうことを伝えていきたい。料理のレシピもだけど、料理のね、自由さをね、やっぱり伝えていくチャンネルだと。だからそう思った。俺はさ、2019年、うん、あれ令和になるじゃん、はい、ね、平成の時代はね、料理は温度、料理は科学、俺はそう信じてるだったけど、お、新しいね、セリフをね、俺は思いついた。お、料理はほどほどの科学と大いなる余裕と自由でできている。俺はそう信じている。歯切れが悪い、ボロが良くないな。、はい、あ、で、そう、ドボンでーす。デレデレブラムムムムムムム。なんだっけ、世界不思議発見だっけ。スーパーひとしく、スーパーひとしく特集の、うん、あの名言が長くて覚えられない。料理はほどほどの科学と大いなる余裕と自由。語呂を考えて、うん、最低質で。いや、あのさ、だってあの料理は科学、料理を科学的に説明する人は今やかなりいる、うん、かなりいる、うん、だけどね、料理の自由さをねメインにね説明してる人はあんまりいないと思う、うん、科学でありながら、あ、そう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 、自由である、ある程度の科学と大いなる余裕と自由、うん、料理はゆとり、あ、そう、いいね。ある、うん、料理はゆとり。だからね、これ圧力下がるまではね、まだ暇。これはもうあれですか、完成してる状態、もう開けたら終わり、あとは開けたら終わりだね。そのこのまま自然冷却で圧力下げて開けたらもう終わり、うん、すごいね。で、それでエッチだねって言って終わり。あ、なるほど、うん、じゃあもう今エッチ待ちですか。エッチ待ち、エッチ待機、そう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 。エッチ気圧異常だから、もう火消してもこう調理できる。だから料理によってはそのピッて圧力シュッて出るでしょ、うん、圧力出てこうピッて完全に消す。で、それで120度からこう100度に下がっていく間で調理するとかだと、火使わないで調理もできる。なるほど、うん、そう思うと結構経済的だよね。 うまく使えばさ。なるほど、使いようだよね。この動画編集めんどくせえな。そうだね。合間がすごいな。こういう間にポコって入れたのとか、昨日のあれみたいに忘れるもん。失敗したわ。切る、オンオフの切り替えをしっかりすればいい、うん、そうだね。あー、全然肉っつってねえだ。証明をくれ。はい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 、どうすか、遠いっす。あげようよし、じゃあサルベージします。碇シンジ君をサルベージする。ここからでん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 、はい、サルベージ成功です。肉ですね、はい、肉です。サブのサムネに使えますね。肉界大西哲也。よし、はい、レッツしだるまタイム。チェ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 レチェ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 レ、あれ、これダブルクラブだ。お仕事シーンでした。よし、高速具をほどいていく。
エヴァの力が、そう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 あれはこ う鎧ではなく、鎧ではなくね、力を抑え込むためのテンテレレ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 これが圧力の力、すごいね、うん、消滅してるね、消滅 しかねないでしょこれさあ、この間もうこの時点でさ、この見てる人たちにこの補足入れといた方がいいんじゃないみたいなのあればさ、今のうちに言ってもらえばさ、これで撮ってさ、それを反映させて編集すればいいんじゃない、どうでしたでしょうか、よかったと思います、そうしようね何だろう、うん、やっぱりね、いろんなチャーシューの作り方をね、うん、やってみてもいいんじゃない、そうだ ねほらオムライスもさ、ね、あのいや包むやつもできるし、ほらトロッとしたやつもできるし、パッカンっていうのもできるよみたいのがさ、いいじゃん、あ、ね、いろいろできるっていいよね、そう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 、だからチャーシューも、いやあのトロトロのチャーシューも作れるし、あのしっかりチャーシューも作れるし、あの低温調理チャーシューも作れるよみたいなさ人が、まあ、チャーシューマスターじゃね、これもでもハヤトさんのねチャーシューと全然違う味だから、全然違うよね、もうぜひ一回やってみてほしいですね、俺はねこの硬いね、硬いチャーシューが好きなの、はいはい、最近トロトロチャーシュー多いやん、そうだね、飴焼いても俺はねしっかりチャーシューが好き、本別町のラーメン100番のチャーシューが好きなの言ってたなはい、ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。